慰めてあげる。天の愛。ありがとう。早速私のビデオを見てくれたのね。私、天の愛、16歳。君の名前は？どうしたの？元気ないね。そう、失恋したんだ。そんな悲しい顔しないで。あの子にはわからないのね。あなたにはたくさん素敵なところがあるのに。私じゃあ役不足かな。でも私なりに精一杯慰めてあげるね。そう、そんなに苦しいんだ。あなた心から私を必要としているのね。いいよ、今日からいつもあなたのそばにいてあげる。なんだ。いる、確かにいる。すげえぞこのビデオ。
現代科学もついにここまで来たか。アインシュタインは天才だ。ホーキングは爆発だ。ああ、神は我を見捨てなかった。失恋したこのモテ打ちヨータを見捨てなかった。これはまさに神様が失恋した僕に与えてくれた愛の女神じゃ。恋の仏様だ。そのフェイスはリホより可愛く、そのボディはリエより素晴らしく、そのマインドはノリコより優しくおしとやか。顔は好みだし、スタイルは抜群だし、特に胸が大きいのが。でもなんでビデオの女の子がテレビから出るんだ。確かに朝から調子悪かったけど、まさかな。でも、お、なんだ、胸がしぼんだぞ。このアホタン、壊れたデッキで再生すんな。死ぬかと思ったろ。あれ、なんか柄悪いぞ。まあいいか。違う、なんか違う。こんな性格のはずじゃない。そんなに嬉しいのか。あれ、アマの愛、ビデオガール、よろしくな。ビデオガール。お前、モテないヨータっての。モテ打ちヨータだ。じゃあヨータ、さて、何すっか。俺たちビデオガールってさ、男にとって都合いい存在なんだ。お前が望むこと、してあげる。女の子と二人きりで夜を過ごすにはと、なるほど。おーい、おい。じゃあ、とりあえずエッチしよっか、エッチ。エッチってやっぱ、あれか。初体験の心得はと、爪。髪。男の魅力と、ふつつかものですが、よろしくお願いします。痛くしないでね。冗談だよ冗談、真に受けるな。よし、じゃあ得意技を見せてやる。何やってんだ俺。俺は萌美ちゃん一筋じゃなかったのか。俺に勇気があれば萌美ちゃんを傷つけずに済んだのに。萌美ちゃんがかわいそうだ、かわいそうだ。こんなとこにビデオショップ。やっほー。ちょっと待って。あのね、君が何者なのかちゃんと説明してくれよ。だからビデオガールだってば。その子が気に入ったかな。久しぶりのお客じゃ。お主で3人目じゃな。この店はの、ピュアな心の持ち主でないと見えんのじゃよ。例えば自分の方が傷ついているのに他人を思って涙するような純粋な心の人間だけにの。なんでそれを。失恋したお前を慰めるために出てきたの。ビデオの中でもそう言ったろ。そういうことじゃなくてさ。いいじゃねえか、どうだって。細かいんだよお前。なんだからモテねえし、すぐ失恋するんだぜ。私はニーマイ君が好き。どうせ俺は失恋しましたよ。どうせ俺はモテませんよ。なんだよ、慰めんじゃなくて説教垂れんなら今すぐ消えてくれ。さあ、さっさと消えてくれよ。おい、どうした。ヨタのせいだぞ。壊れたデッキで再生したからフォトコっぽくなったの性格だけかと思ったら。
だ、びっくりした。あ、スケベ。ピヒ。ティヒじゃねえんだよこいつは。でも可愛い。ねえ、本当誰なの？モテウチくんの好きな人って。じゃあさ、俺が言ったら萌実ちゃんも言う？自分の好きな人。え？ダメだから。私のは。私が好きな人はね、モテるから。さあどうだ？これで愛ちゃんにいてほしいって思うぜ。手料理だ。お袋がいなくなって10年、親父はいつも海外だし手料理なんて食ったことなかった。いただきます。うまいだろ。ま、こんなもん豚ホタテ鶏でも食わんわ。ひどい。俺はね、プロのシェフ並みの腕前って設定なの。なんだよ、うめえじゃん。こんなわけないよ、作り直す。これでいいよ。せっかく作ってくれたんだから。お前のいいとこ一つ目っけ。ライバルが多いでしょ。競争苦手だから諦めるようにしてるんだけどね。たかしのことだ。たかしのことを言ってる。それに私のこと何とも思ってないみたいだし。なんとなく分かったでしょ。さあモテウチくん、言わなきゃやだよ。諦めんなよ。まだ何も分かんないんだろ。頑張れよ。何を言ってるんだ俺は。何を。お前のいいとこ一つめっけか。何にやけてんだよ。また変なこと考えてたんだろう、このスキーベ。バカ、そんなんじゃねえよ。無理しなくてもいいんだぜ、ヨウタン。こら。早送り。巻き戻し。コマ送り。やめて、やめるんだ。スロー。次はストップ。こら、ストップボタンなんか押すな。俺が消えちまうだろ。そうなの。何すんだよ。これじゃデッキ使えねえじゃねえか。いいの。いいのってな、お前。絶対にビデオに触んなよ。俺の再生時間は1ヶ月限りがあるんだ。早送りなんかしたら寿命が縮むんだぞ。電源も切るんじゃねえ。消えちまうからな。はい。映画も見られないのか。代わりに愛ちゃんがいるじゃん。まあいいか。この子といると退屈しそうもないし、それに1ヶ月で消えるって言ってるしな。ふん、野獣の家に住むことになった美少女アイちゃん。果たしてアイちゃんの運命やいかに。なっちゃって。なんか入りづらいな。いい雰囲気じゃん、お二人さん。はい、初恋の味2丁。ありがとう、ニーマイくん。まずいよ、タカシ、手足が狂った。なあ、
もしかするとヨウタの好きな子って萌美じゃねえの？冗談だよ。変なこと言うなよ、タカシ。ヨウタ。これちょっと苦いね。ちょっと。あ、そうそう、冗談。ちょっとからかっただけさ。もうそんなのばっかり。正直に言ってよ、モテウチ君。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。なんだよ、服着たまま風呂に入るのか。でも本当に脱ぎやがった。信じられねえ。誰だこんな時に。はい、もしもし。ヨウタ、俺だよ。おい、ヨウタ。たかしか。あのな、今日の公演のことだけどよ。おい、もう入れるぞ。今、女の声が聞こえたぞ。ヨウタ、早くお風呂入ろうぜ。ほら、やめろってば。何を。違う、たかしに言ったんじゃなくて。お風呂。何するんだ、お前は。何もしてねえぞ、俺は。いや、だから、お前に言ったんじゃねえって。早くお風呂入ろう、ヨウタ。うわ、やっぱり女の声だ。ヨウタ、お前女連れ込んでるのか。萌美か。やったぜヨウタ。萌美ちゃんを連れ込む。何言ってんだお前は。これはその、あ、そう、ビデオの女の子だよ。ビデオガール。ビデオ？うん、そうだよ。あ、ちょっと忙しいから切るぞ。おい。はぁ、お風呂。あ、わかった。やっぱヨウタには刺激が強すぎたか。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。モミちゃん、行っちゃった。悪いな、俺お前のこと趣味じゃねえよ。たかし、お前。萌美ちゃん。うん、しょうがない、他の人探すか。おお、いいやつ紹介してやるよ。うん、お願い。ああ、萌美ちゃん。でもそれは本当の失恋じゃないと思うな。だけど萌美ちゃんはたかしのことが好きなんだぜ。と言って別に嫌いって振られたわけじゃねえだろ。だったらチャンスはあるさ。そうかな。よし、こうしよう。目標、ヨウタをいい男にして萌美ちゃんと付き合えるようにする。な、これで俺の存在価値が出たな。大丈夫かな。この愛ちゃんに任せなさい。変なやつ。そうと決まったら背中流してやるぞ。いい、うわ、いいよ。ビデオから出てきたからには精一杯慰めてやるって。結構です。みなさん、慰めてあげるって。いいでしょうが。さあ、どうする。お尻の感触が嬉しいような、情けないような。もっと
優しく笑え。うん、じゃあね、優しく。うわ、どこ触ってるんだ。どうせ会うなら絶対的に。ここだけはあの。クタクタ、ジェットコースターに乗ったみたいだ。まあ、あいつはあいつなりに一生懸命やってたみたいだし、いっか。あ、おい、お前の布団は客間に。おやすみ。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。俺、お前のこと趣味じゃねえよ。その時俺はさっきまでと違って愛ちゃんの再生時間に限りがあることを少し寂しく思っていた。
大変だみんな。ヨータが学校に女連れてきた。なんで学校になんか来たんだよ。だっていつもそばにいるって約束したじゃんか。だから私思った。そうだ、頑張って振り向かせちゃえばいいんだってね。モテウチ君、これからも応援してくれる？大接近だ。ヨータ何やってんの？私モテウチ君のことを好きになってればよかったのにな。ビデオガールは特定の男を愛したりできねえようになってんだよ。私の研究室にようこそ。今日は皆さんと一緒に20世紀後半のジャンプ白亜紀における美少女キャラの生態を見ていきたいと思います。これです。学名伝英目アイサウルス。このアイサウルスの出現はジャンプ白亜紀にとって画期的な事件でした。その身体的特徴はまずアイチャンテ、アフリカゾウ500頭分の破壊力を持ちます。続いてアイちゃん足、厚さ10メートルのコンクリートをも破壊してしまいます。アイちゃん胃は超強力な溶解液を出して何でも溶かしてしまうのです。さらにアイちゃん耳は1000メートル先で落ちた針の音も聞き分けられますし、アイちゃん目は銀行の金庫だって透視してしまいます。いかがでしたか？まさにこのアイサウルスこそ今世紀最強の美少女怪獣である。なわけないだろ。終わり。キャッチャじゃないんだ。本当にビデオがあるが、アイちゃんがうちに。なんとかいける。このスープ、昨夜の飯は拷問だったけどな。あいかんいかんいかん。俺は萌実ちゃん一筋なんだ。いかんぞ、もう手打ちヨータ、自分を見つめ直せ。ヨータ！
何すんだよ、いきなり。どうしてくれんだよ、このおっぱい。こんなにへこんじゃって。うん、じゃねえよ。俺はな、体の中で胸が一番気に入ってたんだ。せっかく男っぽくなるし、胸は縮むし、全部お前のせいだ。お前が壊れたデッキで俺を再生したからだぞ。俺の巨乳返せ。分かってんのか、こら。分かったから服を着ろ。服を、恥ずかしくねえのか。見られたって減るもんじゃねえよ。だいたいこれ以上減るとこねえだろ。うん。うんじゃねえ、クソローガー。すっきりした。俺はやっぱ萌美ちゃん一筋に。私はちゃんとニーマイ君が好きだって言ったんだからね。悪いな、俺お前のこと趣味じゃねえよ。あの時俺がしっかりしてたら萌美ちゃんまで失恋させたりしなかったのに。はあ、萌美ちゃんどんな気持ちでタカシに会うんだろう。かなり落ち込んでるだろうからな。よくそうやって人のことばっか心配できるよな。今時国宝もんだぜ。でもそこがお前のいいとこだよな。愛ちゃん妙に優しかったな。胸のこと吹っ切れたのかな。しかし地獄だぜ。タカシだって散った後悔してるだろうし、どんな顔して二人に会えばいいんだ。はあ、気が重いな。よし、ヨタ。で、軽い。何が。あ、そうだ、昨日電話で言おうと思ったんだけどよ、萌美がさ、俺のこと好きだなんてつまんねえジョーク言ってただろ。あんなの気にすんだよな。ジョーク、お前。俺これからもお前のバックアップしてやっから、くよくよすんな。ヨタ、こいつかタカシってやつ。アイちゃん、チョキ。大変だ、みんな。ヨータが学校に女連れてきた。何？あの子だよ、ヨータ。違うよ、あのこいつはその妹なんだ。なんだ、やっぱりね。あの、もしもし、皆さん、もしもし。なんで学校になんか来たんだよ。だっていつもそばにいるって約束したじゃんか。それに、ヨータと萌美って子が付き合えるようにするって目標立てたじゃん。一応相手のことも知っとかないとさ。そんな状況じゃないんだよ、今は。事態は複雑にして怪奇な方向へ。おっぱい返せ。切れてないのね。学校に行ってもいいかな。いいとも、その代わりどっか目立たないところにいてくれよな、お願いだからさ。オッケー。萌美ちゃん、どうしよう。どんな顔すりゃいいんだ。おはよう、もてうちくん。おはよう。行こう、授業始まるわよ。Thank you.
内くん、ちょっと話があるんだけど、いい？え？ちょっと泣いちゃった。ミーマイ君本気か冗談か知らないけど、あれはショックだったな。でもモテウチ君言ってくれたでしょ。まだ何も分かってないだろ、頑張れよって。だから私思った。そうだ、頑張って振り向かせちゃえばいいんだってね。そうだね。だから私頑張るから、モテウチ君これからも応援してくれる？ああ、任せてよ。よかった。モテウチ君って本当いい人だね。するんだよ。モテウチ君って本当いい人だね。だってさ、聞いてたのか。バカなだけだよな。好きな女の子の恋の応援するんだぜ。こんなバカ他にいねえよ。お前っておっぱい大きい子が好きなんだろ。そんな、俺はそんなこと。お前って本当バカけど、そういうバカなやつ好きだぜ。嫌われてねえんだからさ、お前にも望みはまだあるさな。相談に乗ってもらってるから、そのお礼にと思って。あら、とってもいい匂いするわね。ほんとだ、うまそうな匂い。あのきっと隣んちの晩飯だろ。あのさ今台所散らかってるからさ、片付けるまで上で待っててよね。じゃあ私も手伝う。あ、いいっていいっていいって。ヨウタの部屋で待っててくれ。お前もしかして飯作っちゃった？そんなわけねえだろ。さて片付けるかな。なんだ、アイちゃん慌てて。あ、写真。いや、萌美ちゃん。
よかった。ちょっと待っててね。うん。どうぞ。失礼します。あの奥手のヨウタが萌美ちゃんを連れてきたんだ。しゃあないわな。あー、ここがモテウチくんのお部屋。萌美ちゃんが、本物の萌美ちゃんが俺の部屋にいる。こんな日が来るなんて幸せ。あ、ベッドにでも座ってよ。うん。萌美ちゃんのお尻がベッドに。すごい素敵なお部屋ね。俺はベッドになりたい。愛のやつまた下着を。何しに来たんだよ。片付けが終わったから知らせに来たんじゃんか。萌美ちゃん、いいよ。はい。萌美ちゃんの手料理が食べられるなんて、やっぱ料理する女の子の後ろ姿って最高だな。萌美ちゃんが入っただけで死んでたキッチンが生き返った感じ。自信ないんだけど、冷めないうちに。さあどうぞ。うわー、うまそうだな。どんどん食べてね。萌美ちゃんの手料理。うめえ。こんなうめえもん食ったの初めてだよ。褒めすぎよ。でも本当うめえよ。今度料理を教えてくれ。うん、この程度でいいならいつでも。はあ、この幸福感ずっと続けばいいのに。けっ、デレデレしちゃってよ。まあ今日くらい幸せな気分にさせとくか。ああ、俺の料理はゴミ箱行きだな。ごちそうさま。何言ってんだよ。コーヒーくらい俺が入れるよ。いいのよ、アイちゃんは座ってて。今日は私がやるから。私そろそろ帰らなきゃ。じゃあアイ、お前送っていきなさい。は？送りたいのは山々なんだけど、食いすぎで動けねえんだ。しょうがねえな。それ変わったお洋服ね。え、あ、これあの、これはコミケのコスプレ用に作ったもんで。コミケ？うん、いや、あの、人に聞かれたらそう答えろってヨウタ。あ、いや、あの、それよかさ、今日どこで兄貴に会ったの？お店の前。顔真っ赤にして立ち往生しちゃっててね。私、買い物付き合ってあげたの。あのバカ、買い物もろくにできねえのかよ。どうしようもねえやつだな。そんなことないと思うよ。妹思いのいいお兄さんじゃない。どこが。いつも私の相談相手になってくれるし。今日も相談したのか。え、うん、してない。だって今日はお礼に来たんだもん。相談しだしたらさ、モテウチくんって真剣に考えてくれちゃうから。モテウチくんって優しい人だから。
私モテウチ君のこと好きになってればよかったのにな。切ないな、ヨウタ。ああ、無駄な努力しちまったよな。まあ、所詮こんなもんか、ビデオガールなんてのは。それにしてもヨウタのやつ、モエミちゃん、モエミちゃんって舞い上がっちまってよ。なんかムカムカしてきたぞ。帰ったぞ。ああ、もう帰ってきちゃったのかよ。もうだ。悪いか、帰ってきちゃ。お前がいない間に食っちまおうと思ったんだけどさ。犬だってもうちょっとマシな隠し方するぜ。それにその指見りゃな。うまいぜこれ。びっくりしたよ。ああそうだ、後ろの袋開けてみ。モール街のブティックで見つけたんだけどさ、いつも世話になってっから。俺だよ。ちょっと派手すぎたかな。アイちゃん気に入るといいけど。なんだよ、脅かすなよ。あんまり味な真似すると本気で惚れるぞ。よせよ、俺は萌美ちゃん一筋だぜ。心配すんな。ビデオガールは特定の男を愛したりできねえようになってんだよ。なんだ。でも、なんでこんなに胸が苦しいんだよ。
ごくいい。やったー。あ、よう、一人。俺はヨーダと一緒。あ、そんなんじゃ女の子にモテないヨーダ。みちゃん、くそ、大体お前が言ったんだろ、今日デートしたいって。バカだよアイちゃん。俺も大バカ野郎だけど。キャラって標準語ばかり話すのかな。そんな疑問をお持ちのあなたに送る。あたいは田舎のビデオガール。ヨーダー、ガーッ、助けて。ナンバしよっとか、いきなり。どうしてクリッピーさ、このパイクさ、こんなツンコくなってさ。うんでながっぺ。ほらな、ポズの中でパイクさんが一番好きだったんだ。うやあ、いや、性格は男っぽくなるせ、パイクさつんこくなるせ、みんなわりのせいだ。わりが壊れたデッキでオラ再生すっからだっぺ。オラのデカつつさ返してけろ。わかってんのけ、われわ、わかったっけ。福間、キロ福間、恥ずかしくなかねえ。せやけど、モテウチ君言うてくれたやろ。まだ何も分かってへん。頑張らなあかん。せやさかいうち思った。そうや、めちゃ気張ってこっち振り向かしたるわいって。そうばい。うまか、こげんうまかもん食うたんは初めてば。褒めすぎやわ。なあ、これいけるわ。おらぬも作り方を教えてきろ。こないなもんでよかったらなんぼでも。うちそろそろ帰るわ。じゃったらい、おはんを送っていきんしゃい。なやて。行きたいのは山々じゃけんど、食いすぎて動けんばい。すかだねな。こっち、大将。軽か。なんでゲス？あ、そうでゲス。昨日お電話でご中心と思ったんでゲスがね、萌実嬢が。あたしにおかぼれなんて、ちょいとおつなこと申してましたが、気にすることはござんせんよ。どこの言葉それ。どうでした？結構いけますよね。次回からはこの調子でサブ音声に方言バージョンが入るので、みんな楽しみにしていてね。こら、あれ嘘こくんでね。まったく、ちょっとね、お話遊びに来たんだからよ。バイバイ、お後がよろしいようで。